ち羨ましいな。お、どこ行くんだ。ここでいいのか。手先の器用な職人さんがいたら教えて。ご挨拶してできれば契約したいんだ。これで大丈夫ですか。いつの間に品評会などという話に。ご依頼の品です。ほう、造形はかなり感覚寄りだな。俺は、うん、全体に甘さと荒っぽさが目立つ。造形は一見美しくはあるが細部の精度が低い。しかし、この彩色は一体どのような手法で。我々が採掘した魔石では見たことのない色合いだ。通常のガラス細工では不可能な表現だ。これが錬金術というやつの特徴か。いや、噂にたがわぬ見事な腕前。我ら共に錬金術というものを侮っていた。見たことのないものを見せてもらったよ。これは俺たちの方から協力を頼みたいくらいだ。そうですか。いや、本当は魔石とガラス両方を組み合わせたりしたかったんですけどね。え？笑えん冗談はやめてくれるか。錬金ありえん話だ。すいません。ああ、だが確かに組合長代理が相談相手に呼んだだけのことはある。我らも協力を惜しむものではない。我が魔石派を何とぞよしなに。相談相手に呼んだ。こちらこそよしなに。お疲れ様、ライザ。今日のところは退散するか。アトリエに戻ろう。なんかどっと疲れた。今日はもうアトリエに帰って休もう。素材集め。すっげえ鉱山。誰かさんが喜んでツルハシ振り上げそうだな。どんな素材も無駄にならないからね。あ、見つけたよ。いいもの手に入るかな。ごめんください。あ、フェデリーカさん。皆さん揃っておられるようですね。まったく、両派の対立をうまく利用。すみません、私たちの側も手段を選んでられない。お互いにとって悪い結果じゃなかった。あのあと錬金術師殿を我が派に引き入れつつあるとしつこく主張された私の身にもなってください。すいません。それで御用ってのは。はい、実は例のものが拍子抜けするほどあっさり見つかりました。例のもの。はい、おそらくはこれですよね。宮殿の扉の文様とそっくりだ。こっちは手のひらくらいの大きさか。関わりを探すってことでは。これは一体どこに。あっさり見つかったって言ってたけど。先祖の祭壇の前にあった古い小箱の中身がそれでした。なんでまたそんなところに。はい、この町はずっと昔、とある錬金術師様から。魔石。錬金術師から。錬金術に頼らず魔石を扱えなければ交渉にあらず、
という意見が主流になって、たもとは分かったよ。ちょっと手に取ってみていい？はい、どうぞ。どう？ライザ、何も感じないかな。お役には立てませんでしたか？とんでもない！これ以上ない収穫だよ。手が調べる焦点が絞れたわけだからな、フェデリ。はい、わかりました。あ、そういえばもう一つ用事があるんです。これは？いきなりの依頼となってしまいますが、あなたの錬金術でこれの純度を高められませんか？多分できると思う。素材がそれしかないので、できれば失敗は。あと、この依頼については口外無用でお願いします。うん、わかった。みんなもお願いね。何作ろうかな。レベルアップ。よし、行け。何作ろうかな。できた。組合本部まで届けに行こう。ここでいいの？ガラスや石のぶつかる音がすごいな。それだけ職人が多いってことか。これで。どうかな？依頼には沿ってると思うんだけど。この粘土と純度ならいけると思います。よかった。ところでそれは何に使うものなの？これは魔石とガラスを滑らかに接合するために用いるデュエット溶剤です。これがあればきっと私でも。すみません、ライザさん。いえ、錬金術師ライザリン・シュタウト殿。はい。あなたが工芸から新たな視点を得ようとしているように、私もあなたの近くでいろいろと学ばせていただくことはできないでしょうか？え？サルドニカに滞在する間だけでもいいんです。私がいれば両派への橋渡しも話が早くなるはずです。私にも成し遂げなければならないことがある。どうかお願いいたします。私たちは大歓迎だよ。本当ですか？仲間が増えたな。それなら皆さん、私のことは呼び捨てにしてください。じゃあよろしく。はい、よろしくお願いします。そっちは敬語をやめないんだ。皆さん年上ですから。では動きやすいようアンナにいろいろと申し伝えてきます。さて、組合長代理の助力も得られるってことで、改めて両派の技術を学ばせてもらおうかな。私もたくさん学ばせてもらいます。
皆さん、突然の申し出なのにありがとうございます。ううん、俺たちとしてもいろいろ助かるしな。はい、早速リョウハの本拠地に行ってみましょう。どんな素材も無駄にならないからね。どうしたの、ボス。あまり機嫌が良くなさそうね。ライザか。いや、少し考え事をしていてな。お前、今まで空剣島の年寄り連中の頭が硬いって思ったことはあるか。何よ今さら、まあ思ったことがあるっていうか、最近は随分変わったなとは思うけどね。今までは話通じないなとか思ったりはしたかな。実は俺もそう思っていた。トーンさんなんかはああ見えて割と融通が効いていた方だと思う。モリッツさんは自己主張がちょっと強いだけで結構話は聞いてくれるんだよね。俺は連中の頭が固いのはクソ田舎に引きこもって新しい情報が入ってこないのが大きいのかと思っていた。が王都でも割とそういうところがあったし、このサルドニカは場合によっては島よりひどいかもしれん。つまり空剣島だけが抱えてる問題じゃないってこと？俺には場所の問題ではなくて人間の問題のように思えるな。年寄りの方がその傾向が強い気がするが、若いのでも顔面なやつはいたからな。なるほどね。そういうボスも以前は割と頑固だった気がするけど。相変わらずうるさいやつだな。でも私は今のボスはそうでもないように思うけどね。サベリオさん、少し時間をもらえるか。これはこれは、組合長代理に錬金術師殿まで。いえ、そろそろ錬金術の参考にそちらの技術を学ばせてもらえないかな。ふん、なるほど、ついに来たわけだね。やっぱり調子のいいお願いですか。いや、むしろあなたには積極的に学んでほしいと俺個人は思っている。他のガラス派の交渉にもライザさんの力を見せつける必要があるのですね。そう、我々は交渉すべてを公正に扱わねばならない。それが新しさの芽吹く場を守るということ。故郷を思うとどうにも耳が痛いな。空剣島も変わってきてるよ。それで公正に扱うってのはどういう。平たく言えば、あなたがここで教わるのはひいきや縁故からではないと周囲に示せばいい。平たく平たく言えば、文句を言わせないくらいすごいことをしろと。俺はあなたの腕前をもう知っているし、今度は交渉。具体的には硬質ガラス製造に必要な鉱石を取ってきてもらいたい。
正規の彫像作成には絶対に必要だ。シンティラ鉱石ですか。あれはクレリア地方でも限られた産地でしか。貴重な素材ということか、ライザン。うん、そういうことなら話は早いね。待ってて、お望みのものを持ち帰ってくるから。お互いのためにいい結果を望むよ、錬金術師殿。採掘場所を伝えよう。鉱石が取れるっていう洞窟はどこに行こうかな。橋を渡った渓流の先にあるそうだ。ここがいいな。ライザさん、少しならいいですけど、無限に採掘はしないでくださいね。集めておこう。それ。何作ろうかな。入れる場所は、マテリアル感解放。こんな感じかな。よし、いけ。どれにしようかな。強化できそうなのは、強くしてくれそうなのは、強くしてくれそうなのは、特性も決めていかなきゃ。こんな感じかな。やった、完成。強化できそうなのは、何を使おう。でも決めていかなきゃ。よし、これでいこう。かなり強くな、強くしてくれそう。特性も決めていかなきゃ。こんな感じかな。何を使おう。やった。何を使おう。特性も決めていかなきゃ。よし、これでいこう。やった。さあさあ、集めちゃいましょうね。いいもの手に入るかな。どんな素材も無駄にならないからね。どうだ。これも使えるの。みんな、行くよ。フェデリカさん、準備はいい。一緒に戦います、クラウディアさん。
このそりゃあフェデリーカ頼める。これを使うべき時ですね。あの敵鍵がきちっと出るか、それともならなしで行きます。行きます。はい、いけドライバー、任せてフェデリーカ。それでいけ、光の花吹雪です。私の戦略だよ。勝ちましたね皆さん。強くなっちゃったみたい。よし、まだまだ強くなれるぜ。みんな無事でよかった。それそれ、ライザなら有効活用してくれるよね。発見。とりあえず集めておくか。それそれ、褒められたら嬉しい。いいことなんじゃないかな。それ。せーの。敵です。注意してください。ナイザ、一丁やってやろうぜ。レンタは一人で走らないでよ。この。行きます。これでおしまい。いかがですか。おしまいちゃった。ライザさん、お願いしてもよろしいですか。ライザ、次の攻撃に繋げて。やった。こちらの敵は倒しました。よ。フェデリーカ、その調子。これでね。風の力を最大限に。今なら鍵が作れるかも。はい。そりゃ。みんなお疲れ様。問題ありませんね。みんな敵だよ。タオさん援護します。これでおしまいですよ。前に出過ぎないようにね。私の戦略だよ。届いて始めるよ。さあ鍵の新しい鍵を。うん、見えた。もう一度。私に任せて。お願いしてもよろしいですか。これで勝ちましたね皆さん。どうだ、とりゃ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 、えい、無理せずやっていこう。多少眠くても気は張っておかないとな。歩いてるだけでワクワクするの。どこに行くの。なんだ。
ガラスや石のぶつかる音がすごいな。それだけ職人が多いってことか。これも使えるのか。どこか行くのか。行こうかな。集めておこう。みんな、準備運動はしておけよ。筋をよく伸ばし、どうだ。昨日の筋肉痛が。いいの、手に入るかな。えい、えい。さあさあ、集めちゃいましょうね。アイザなら有効活用してくれるよね。みんな敵よ。成長を見せてあげるよ。レント決めますよ。やろうぜ。ハオ、これでおしまい。丸焼きは。まだいける。ライザさん、お願いしてもよろしいですか。ライザ、今なら私に任せて。お願い、成功して。よし、できた。それ行きます。これでおしまい。決めますよ。始めるよ。これでおしまい。みんな、お疲れ様。一度体勢を整えましょう。とりあえず集めておくか。みんな、敵よ。フェデリーカ、一緒に行くよ。行きます。よろしくお願いします。フェデリーカさん、行きます。いかがですか。出すよ。ライザさん、お願いします。よろしいですか。私に任せて。フェデ、今なら鍵が作れるかも。行きなら。よし、今なら行けそう。これでやったな、ライザ。ただの扇と思わないでくださいね。それ当てるよ。一匹やっつけた。はっ、これでこれでおしまい。熱いのあげる。あげる。みんな、お疲れ様。集中攻撃で倒せるかも。見えてるよな。
やったな。お願いします、クラウディアさん。無茶はすんなよ。仕留めない。使うのは今なら使えるかも。強い鍵を。ダメだったみたい。それ、使うのは行っちゃって。これで光の花吹雪です。もう任せて、フェデリーカさん。どうだ、クライさん、お願い任せて。フェデリーカさん、私に任せて。一匹やっつけた。これでやったね、スペロ最大限に。どれにしようかな。これだ、成功して。よし、できた。まだいける。これでやった、一体倒したよ。クラウディアもなかなかやるんだな。もう一度、私の全力だよ。スネパイドの言い方。はい、当てるよ。まだいける。今なら鍵が作れるかも。動いて。これでおしまい。勝ちましたね、まあ、皆さん。強くなれそうね。少し強くなっちゃった気がします。強くなれたみたいだ。まだまだ強くなれるぜ。問題ない。見つけた。これ本当に使うの？ねえ、みんな敵よ。一緒に戦います。クラウディアさん、お兄さん、フェデリカさん、準備はいい？もう一度。わかりました。ライザさん、今鍵が作れるかも。私に任せて。このもう一度。そりゃトライさん、言って。届いて、一体倒したよ。さすがです、クラウディアさん。それ、はい、今なら鍵が作れるかも。これだよ。よろしくお願いします。ライザさん、しようかな。フェデリーカ、一緒に行くよ。それ、ただの扇と思わないでくださいね。あ、今なら鍵が作れるかも。レントさん、頼んでよろしいですか。フェデリーカ、こいつはきついぜ。せーの、攻防一体の技だ。力をもらうぜ。力が溢れてやがるぜ。せーの、しのっちだぜ。一緒に戦います。こいつの出番だ。フェデリーカさん、準備はいい？よっしゃ、発動しろ。あいつから鍵が作れそうだな。まだいける。試してみないか。よし、鍵うまくいってくれ。どうだ。みんな気をつけて、何か来るよ。どうだ。まだまだ戦えるぜ。よかった。いい時間になってきたね。一旦お昼休憩にする？えい！みんな、敵だよ。一緒に戦います。クラウディアさん、もう一度。フェデリーカさん、準備はいい？すみません、当てるよ。迷惑かな？一気なら。ライザー、私に任せて。どれにしようかな。さあ、新しい。
い鍵を、うん、今なら鍵が作れるかも。まだいける。勝てたみんな無事でよかった。あの人何して。ワクワクするよね。工芸に使える素材はありませんか。よっ。鍵が役に立ったね。工芸品を鑑賞してると私もいろいろ刺激を受けるよ。別のジャンルに触れてみるのは面白いかもね。うん、今度絵画とかも見てみようかな。どこか行くのか。この街並み素敵だよね。ありがとうございます。って私が感謝することでもないですね。自分が住む街が褒められたら嬉しい、いいことなんじゃないかな。みんな敵よ。フェデリーカ、ヤバくなったら言えよ。はい、もう一試合。レントさんの足手まといにならないよう、はい、これを全力を尽くします。見えた。まだいける。これでちょっとやばいぞ。これに決めた。発動。クラウディア、お願い。始めるよ。あの敵なら、お願い。うまくいって。やった。成功だよ。この男。もう一度。捕らえた。当たって。これで。狙い撃つ。はあ、危なかった。人がいますね。こんな場所もあるなんてな。どこに行くの。
すげえ鉱山だ。これだけ豊富な採掘資源があるってのは少し羨ましいな。どれにしようかな。入れる場所はどこに入れよう。まだまだすごくなるかも。よし、行け。何作ろうかな。入れる場所はこんな。よし、行け。どれにしようかな。入れる場所はマテリアル缶開放。こんな感じかな。よし、行け。何作ろうかな。マテリアル缶。よし、行け。何作ろうかな。どこに入れよう。レベルアップ。どれにしようかな。よし、行け。何作ろうかな。入れる場所はどれにしようかな。よし、行け。どれにしようかな。マテリアル缶開放。どこに、どれにしようかな。よし、行け。どれにしようかな。レベルアップ。入れる場所はどれにしようかな。よし、行け。どれにしようかな。レベルアップ。どこに入れよう。こん、よし、行け。何作ろうかな。入れる場所はこんな。よし、行け。どれにしようかな。何入れようかな。どれにしようかな。どこに入れよう。入れる場所は、よし、行け。何作ろうかな。何作ろうかな。
だすごくなるかも。マテリアル感解放。よし、いけ。何作ろうかな。レベルアップ、レベルアップ。どれにしようかな。よし、いけ。何作ろうかな。レベルアップ。まだまだすごくなるかも。いい感じ。よし、いけ。何作ろうかな。マテリアル感解放。どこに入れよう。こんな感じか。よし、いけ。何作ろうかな。レベルアップ。マテリアル感解放。こんなか。よし、いけ。どれにしようかな。レベルアップ、レベルアップ。どこに入れよう。こん、よし、いけ。どれに。素材集めに行くの？滝がいくつもあるな。こういう場所気持ちよくて好きだぜ。届いて。集めておこう。調子でいこう。どんな素材も無駄にならないからね。よっ。すごく滝が入り組んでるんだね。なんか面白い地形だな。とりあえず集めておくか。これも使えるのか。さあさあ集めちゃいましょうね。どうだ。ここも地図に記しておこう。用途に使えます。あっ、Thank you.
リザなら有効活用してくれるよね。どうだ、いいもの手に入るかな。何が入ってるかな。慣れたみたいだ。せーの、てやー、えい、すぐ釣れるといいけど。すぐ釣れるといいけど。ウニ、えい、ちゃあ、とりゃあ、今はやめておこう。なかなかいい大きさじゃないか。あ、発見。ちゃあ、とりあえず一休み。いつまで休もうかな。どれも美味しそうだけど。
これ食べたいかも。しっかり食べてね。いただきます。さてと、そろそろ行こうか。そこ、どちらへ向かいますか？届いて。成長を見せてあげるよ、ケント。ゲロでタオ。もう一度、ねえ、私の戦力だよ。こんないか、私に任せて。隙あり、まだいけない。そこらへん、今なら鍵が作れるかも。よし、今ならいけそう。やったね、レイザー。鍵お願い、成功して。よし、できた。見えた。この位置で。やった、一体倒したよ。どれいいよ、クラウディア。それこれで落ちない。隙あり。冷たいのもいいかな。見えた、今ならいけそう。この位置なら。やったな、ライザー。しようかな。大盤振る舞いよ。ちょっとやばい。強くなっちゃった気がします。まだまだ強くなれるぜ。一度体勢を整えましょう。戦う準備はできています。